この時間は北海道コンサドーレ札幌対柏レイソル、こちらの一戦をお届けいたします。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。北海道コンサドーレ札幌対柏レイソル、柏はこの試合 3-4-3 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか。まあ両サイドに開くフォワードのカットインする動きが特徴ですよね、はい、状況を見てサイドハーフからアーリー気味にどんどん中に上げてもいいですよね、うん、また真ん中にいるトップは両サイドのフォワードが中に入ってきたら相手をかき回す動きや裏に飛び出すことを意識してプレーする必要がありますよね、はい、それらを全てバランスを取るのが中盤2人になってますよね。なるほど、その中盤の選手が意識することは何でしょう。そうですね、役割としてはどちらが攻撃に参加して中心的な役割を果たしますよね、はい、一見中盤の人数は枚数うっそうに見えますけども、このシステムにおいては外に広がる選手は誰でも中にフォローに行くことができますから ね非常に柔軟性に富んだフォーメーションと言いますよね。なるほど、キム・ゴンヒ、ここで前を向けてミドル、小林シュートまで行きましたがボールは押し込む枠の外、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。もう一度組み立てます。高峰から右サイド、スピード上がってきますよ。果敢にスライディング、上げてくる、インターセプト、細谷、さあカウンターのチャンスになります。シュート、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。奪ってから鋭い攻撃ですよね、ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。柏、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。小林、さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。ここは競り勝ちます。田中、シーハス、大きく蹴り出します。小林、これは届くか、いいボール入りますよ。お、これいいですよ、抜けてくる、クロスと呼んでいた荒野、うわ展開早くなってきましたね。スペースを使う、ここはカットします。柏レイソルカウンターを仕掛けます。奪われると危険な位置、金子、素早いパスで攻め上がっていきます。裏を狙っていきます。クロスを折り返す、頭、素晴らしいクロスからのヘディングでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりフォローしていかなければいけませんよね。ここは繋がりません。スルーパスを狙う、あカウンターだ、
田中、柔らかいボール、いいとこありますよ、この位置で受ける、上か、落ちた、ちょっと危険な位置で強引に行ってしまいましたね。イエローカードが出ました。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。前半終了間際、ビッグチャンス、さあ誰に合わせてくるのか、コーナーキック、これはわずかに左でした。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。奪い返します、小林から浅野、このボールをカットします、ドグラスへ、裏のスペースを狙う、いいボールですね、ここでワンツーを見せる、中央へ、アップオフサイドですか、There will be one minute added time. 細谷、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0、さあ北澤さん、前半ゴールネットを揺らすのは見られませんでしたね。ここからですよね、前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていくかでしょうね。北海道コンサドーレ札幌対柏レイソル、スコアレスのまま後半へと続きます。後半参りましょう。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。三つ丸から高峰、スペースを狙った、いいボールですよ、もういい形ですよ。札幌は素早いカウンターを得意としているんですが、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、前からどんどんプレス行きますからね、はい、そのあたりのトランジションの速さにも注目ですよね、はい、しかしこれは運動量も必要ですし、90、おっと、原野抜いた、シュート、まだカット、あ、これシュート、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。ここが一呼吸を置きます。シーハス、ここはボールを下げる、高峰、シーハスからドグラス、この位置で受ける、ここでのパスは危ない、もう一つ前に行きたい、あ、いい展開ですね。クロス、ヘディング、押し込むか、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。こぼれ球の反応は早かったんですけどもね、これは決まりませんでしたね。The
浅野から荒野、これを読んでいた。スペース、いいボール出たんですけどね。カウンターですよ。スルーパスを出す。あ、いいボールだ。いい展開ですね。札幌はここでベンチに動きがあります。対応します。金子、右サイド上がっていきます。うまいですね。取らないですね。いや、展開早くなってましたね。これは届くか。シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はヘッド、これはよく止めました。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。セント、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。高峰、ちょっと危ないぞ。このパスは危ない。シュート、いや、低く丁寧に打ち込んできました。枠には行きませんでしたけどもね、低くて鋭いいいシュートでしたね。両チーム同じタイミングで動いてきます。田中、ゲームは終盤、もしこの状況のスコアが動くことがあれば決定的なものと言えるでしょう。さあ、シュートレンジだ。古賀、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。札幌が最後の交代枠を使います。Substitution on the field. Number 18. Number 9. Coming on the field. Number 10. Number 11. 右サイドへ振って、これを奪います。柏としてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。さあ打てるか、シュート、決まった。先制、オンサドール。この時間帯で均衡が破れました。いや、決まりましたね。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ、札幌先制、1対0です。札幌としては決めた時間帯もいいですし、大きなゴールになりましたよね、はい、残り時間ゲームをしっかり締めていきたいですよね。そうですね。さあ、ドウグラス奪います。裏を狙う、いいボールだ。もういいですね。柏ボール、作れてますよね。そんなも終わるわけにもいかないですからね。
ルーカス・フェルナンデスから小林、これは合いません。札幌としてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。また中央へ。札幌としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムエンドのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。パスかけ、積極的な守備を見せます。ボールを上げる、裏へ届くか、このパスを受ける、クリアです。さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。周囲に終わりました。セットプレーのチャンス、追加点のチャンス、直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。土屋、もう自信、上を口に加えて、今試合終了です。1対0、札幌1点差で勝利、かろうじて勝ちました。中島、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん、試合の総括をお願いします。札幌としては安定した戦いができましたよね。順当な勝利と言えるんじゃないでしょうか。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。いいえ、どうもありがとうございました。